さあオリックスですけれども、今回の内容は義母の審判衝突ということで、まあ当初はですね結構チンプレーみたいな感じで、ちょっと何しとんねんみたいな感じでね、ちょっとこうまあ笑い話とまではいかないですけど、ちょっとこうなんて言うんでしょう、今ほどこう大ごとな感じでですね、まあ考えられたりはしてなかったんですけれども、まああの審判との反応であったりとか、その後のね義母さんの長期離脱とかもいろいろ関係してですね、結構大ごとに今なりましたよね。で、今日ですね、その義母さんが、まあ、こう、報道陣を通してですね、こう、審判さんを責めないでほしいみたいなことを言及されていたので、まあ、改めて義母さんがどういう思いでそういったことを言ったのかであったりとか、まあ、当日の、まあ、状況ですね、有識者から見てどうなのかとか、まあ、そのあたり含めて、その、ぶつかったね、白井さんっていうのが、なぜそもそもそんなにこう、話題沸騰になるような人物なのかっていうところをちょっとお話しね、していこうかなとは、思います。で、まずですね、義母さんなんですけれども、まあ、当時の状況ということで、こと細かくですね、まあご説明をしておりました。当時は、義母さんがショート、そして、二塁審判に白井さんがいらっしゃったというような、まあ、状態だったんですけど、まあ瞬時の判断で大きなアクシデントを、まあ、免れたということでした。で、やっぱりね、一塁ランナー、渡来選手がいてですね、スタートを切るのが、確認してですね、義母さんとしては二塁ベースに向かったと。その中で、打ったバッターの打球っていうのが、ちょっと自分の方向に転がってきたので、まあ一回下がりながらも追いかけていた。まあ本当に映像の通りですよね。そうすると、二塁審判の白井さんがですね、打球をちょっと重ねそうになって避けようとするんですけど、その避けようとした方向に義母さんがいたと、いうことで、まあ全員がですね、一生懸命プレーをした結果、まあ衝突をしてしまったと。いうことでした。非常にまあ難しいと審判にとってもね。で、ランナーが走って僕が入っていって、その後に打球が被ってっていうことで、まあ見失ってしまっていると。特に白井さんがすると後ろに下がったような感じなんですよね。どっちかっていうと義母選手の方が前を向いてますから、なんか避けれるんじゃないかっていう、まあ、見方とあったと思うんですけど、まあ白井さん的にも不意打ちだったということですね。それはそうですよね。やっぱ後ろ見えないですから。もう義母選手がおっしゃる通りで、自分自身は視界に入っていたと、白井さんが。だから、それも分かった上で、まあ衝突してしまったということでした。で、一瞬痛いなと、まあ、思ったんですけど、お互いにですね、まあ、アイコンタクトでごめんねみたいな、ことはまあ意思疎通で測っていたので、当事者たちはですね、もう何の問題もなくというか、お互いにもすまんかったというような感じで、コミュニケーションは測っていったそうですね。で、9回も義母選手ショートの守備についてるんで、その時に次の回もね、もうさっきがさっきでしたから大丈夫かなっていうところで、ちょっと守備位置確認したりと、しながら攻守交代した時にはもう2人とも笑いながら、大丈夫でしたかみたいな、すいませんでしたみたいなこと言ったら、全然大丈夫だよみたいな、感じになったらしくて、ごめんねみたいな感じだったそうなんで、もう全然仲直りというか、そもそも、ぶつかった時からですね、一生懸命プレイをしていて、そして、ごめんねってやりながら、もう、そのね、会が終わった時にはもう、すまんすまんすまんって言って、もう全然大丈夫ですよみたいな感じに、まあ、なったそうなんですよね。ただ、やっぱオリックスファンとしては、まあ僕も含めてね、その、怪我をしてしまったんでね、その後に、しかも肩っていう、その、なんて言うんでしょう、ぶつかった時に、痛がっていた箇所が、まあ、ちょっとこう、原因で長期離脱にもなってしまったというところで、そこがね、ちょっとどうしてもこう、しかも審判が白井さんっていうのもあってですね、なおさらちょっとこう話題になったっていうようなことなんですけど、ぶつかった時の痛みでは全然ないと、もうご本人が言ってますので、そこはもうそうなんだなと。僕もね、正直、離脱をした時には、ちょっとそこも関係してるんじゃないかって、やっぱこう、まあ、予見というか、どうしてもやっぱちらつくんですよね。それが断定はできないんですけど、ただ、義母選手としては、もう全然関係ないと。むしろ、その白井さんにはもう気にをしてほしくないということで、もうそこだけは、もう本当にお互いに、もう目が合った時にちょっとこう、ふって笑っちゃうようなお互いね。それぐらいちょっと、俺らやってもうたら、みたいな感じにはなってるので、もう本当白井さんには何もこう、責めたくないんですというか、白井さんが原因で怪我をしたわけではないんですよってことをまあ伝えているということで、まあそういったことを言ってくれるとですね、こっちとしてもすごくこう、あ、そうなんだなっていうふうにわかりますし、まあ白井さんとのこう、なんていうでしょう、当時のこう、やりとりみたいなところですか、細かく言ってもらえると、まあ、そらお互いプロですから、なんか改めてこのコメントを見ると、本当にこう、プロフェッショナルというか、職人なんだな、お互いにっていうのはちょっと改めて感じましたし、まあ、審判の方も含めてそうですし、まあ、プロ野球選手、特にショートなんてね、内野で一番動くから花形なんていうふうに言われてますけれども、動くから目立つわけですよ。で、そういう、選手はやっぱこう、常にいろんなところに意識を向けながら、まあ、プレーをしてるんだなってことで、僕はね、涼しい、あったかいところで、ああだこうだ言ってる身ですから、やっぱりこうやってる本人はね、そんな瞬時の判断でそんなできないですから、やっぱプロ野球選手なんだなっていうのはちょっと義母選手のコメントを見て、まあ感じたわけなんですけども、皆さんどうですかね、この今回の
の衝突について改めてどうでしょうか。まあ、長期離脱にも、影響があったということで、まあ、当時の状況としてはこういったねコスポナビではこう反映されてるんですけれども、実際に有識者の方々ですねどう言ってるのかというところなんですけど、中畑さんはですねこれ勝つだと、なんて大勝であるということですね。で、自分が選手だと思っちゃったのかなってこう MC の方も言っていてですね、逆だと、もっとプレイヤーだったから血が騒ぐんですよみたいなことを言っていてですね、やっぱこう義母選手と白井さんのやり取りを聞くと、もう本当に外野のたわごとでしかないなというか、そんな話一切してないですよね、ごめんねっていうような感じだったんで、あれはまずねと怪我でしたら大変ですよということでしなかったから、安堵したけどということで結果はしました、これは関係ないと。で、まあ、義母さんと白井さんからするとですね、いや、全然お前ら分かってへんな、というような、まあ、感じになってるんじゃないかなと思いました。で、オリックス対に行くと、当時もですね、動画で扱ったんですけど、太田選手がね、走者でいて、サードのビアネイバ選手と衝突をした時に骨折をしてしまったりとかですね。あとは、まあ、報道っていうところで言うと、育成落ちにした富山投手に対して、まあ、福良 GM であったりとか、オリックス野球団をこう批判するような報道があった時に、本人からですね、ちょっといいですかということで、ネットではちょっとそのと真実はちょっと違うような感じで言われてると、球団は本当に僕のこと考えてくれてるんで、ちょっとやっぱこう一般の方わからないと思いますから、報道の皆さんお願いしますよと、分かってるでしょうと、そういう風に書いてくださいよという風に言ってるので、まあその報道っていうある種特区にすると、まあここもなんかこう似たような事例だったのかなという風に思うんですけど、まあこれがねもし白井さんじゃなかったらそんなに話題にもなってないのかもしれないですね。で、そもそもじゃあ白井さんって俺なんでこんな話題になってんのかなって改めてちょっとまあ気になったので調べてみたんですけども。まあ、いろんなところで白井さんっていうのが、こう、名前に上がっていて、まあ、ちょっとこう、名物みたいな感じになってるわけですよね。例えば、ロッテ時代のレアード選手がですね、英語でちょっと暴言を言った時に、その英語を聞き取っても退場にしたりとかですね、いや、お前英語わかってんのかっていうと、もうしっかりわかる。ちょっとこう、審判としてファインプレーをした時にもですね、話題になるぐらい、もうなんか白井球審っていうのは何かすると、ちょっとまあ、X 上でトレンドになったりはするわけですよね。で、オリックスで見ていくと、まあ、宗選手がですね、デッドボール、白井さんがデッドボールでコールしたんですけど、本人が当たってないですよって言って、なんか大拍手受けるみたいな。ちょっとなんかもう白井さんが敵みたいな感じにまあ見て取れるということですね。大谷さんが WBC で京セラに来た時もですね、言葉を交わして胸をグーパンチということで、そこもなんか話題になりましたし、基本なやっぱこう球審ですから、審判に対してちょっとこう不服な顔をした時にですね、ちょっと選手とバトルみたいなのが割とありますけれども、その代表格がやっぱ佐々木朗希 VS 白井球審ですね。これでもう一躍有名人になってしまったというところですよね。ここに関しては、まあ、朗希がね、その判定に対してちょっとこうしゃがんでとか不服な顔をして、まあ球審がマウンドに行ってなんやみたいな感じでね、それに対してもうえげつないぐらい話題沸騰なわけですよ。もちろんね、野球番組ではですね、上原さんがこうね、扱ったりとか、それだけじゃないわけですよ。全然関係ないアナウンサーとか、MC の方々であったりとか、役者さんとか、まあ、芸人さんがモノマネをしたりとかですね、なんかそれぐらいちょっと記事がもうどんどん膨り上がっていったわけですよ。選手もモノマネをすると。で、こう、コア高いね、こう、コールをするのが、まあ、有名だというので、それをモノマネしたりとか、まあ、有識者だけではないわけですよね。で、もう、タレントさんとか、芸人さんとかまでですね、あれはどうだこうだっていうふうに言ってますし、まあ、場合によってはですね、もう選手がこう、いじり倒すと、モノマネだけじゃなくて、まあ、フリップ芸にしたりとか、なんかそういうところまで話がどんどん膨り上がっていったので、もう白井さんがやったからっていうのが結構ね、今回は割とこう大きな、話の広がった一つの要因だったりはするんじゃないかなというふうに思います。まあ一方でね、いろんな人が、まあダメだと、あれ何してるんだ白井さんはっていう中で、唯一ダルさんだけはですね、審判っていうのはむちゃくちゃ難しいんだと、感情を出させてあげてくださいというふうに言っていてですね、なんかダルさんらしいなっていうか、一人やっぱ見てるところが違うよね。みんな白井さんはダメだと、あれはちょっとどうなんですかとか、大人げないんじゃないですか、いろんな言ってる中で、大変なんですよ審判ってっていう感じでこう擁護してるのは、なんか今回動画作る上でなんかすっげえダルさんの株が上がるというかですね、やっぱすげえなダル様というふうに感じましたよね。はい。もう、それ以降はですね、審判という一括りの、枠ではなくてですね、本当に白井審判という一人の人間として、まあ、AKB のファンで、おしは大島優子であるよとか、オールスターで白井球審ってなれば、もうすごいこう、話題になったり、どよめいたりとかね、会場が、なんかそれぐらいもうちょっと一躍有名人みたいになってしまってるので、なんかこういった背景があるんだろうなというふうにはちょっと改めて感じました。ということで、今回ね、義母選手と白井さんの審判衝突、こと細かな当時の、まあ、状況について、義母選手が、まあ、語ってくれましたので、扱ってみました。当事者の感じだとね、もうぶつかった時からですね、もう全然非常に良好というか、もう非常にこう、微笑ましいようなやり取りをしていた中で、ちょっと外野のね、まあ僕含めてちょっと言ってしまってたのかなというふうに改めて感じたので、
まあご本人がこういったことを言ってますから、まあ一役ね、ちょっとこう怪我っていうのはちょっとあれですけども、このことに関してはですね、そんなにこう大それたことでもないのかなっていうふうに思いましたんで、ぜひどうですかね。皆さん今回のテーマについて何か思うことがあれば、コメント欄通じて教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで、今回のお話以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語ってまいりますので、チャンネル登録であったりとか、グッドボタン、X のフォローなどでですね、応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。